にちは、ラブライブミューズ広報部へようこそ。ニッコニッコニー、矢沢にこやく、空丸こと得意空です。にゃんにゃんにゃん、橋空凛役リピーこといよりこです。誰か助けて、ちょっと待って。小泉花代役四角こと久保ゆりかです。はい、アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようと、アイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人通称ニコリンパナが全力体当たりで頑張る広報部系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。というわけで、時が止まったわけでね、うん、まあ言いたいことは特にないけれどもそう、春だねっていう、春だねってあったかいよね、あったかいよねって話でございまして、なんだか ね、まあ、そうだね、でも大季節になっちゃったね。そうだね、わほわするね、本当だよね。どうする今日今日どうする、どうしよっかね、もう本当ね、ね、リッピーが帰るって言ったら帰ろう、もう。じゃあ解散する、解散しよう、じゃあ帰る、ああ解散、お疲れ様でした、ああってなくなっちゃうみんなね。始まったばっかりだね。そう、始まったばっかよ、ね、でもまあリスナーの皆さんはもう新学期だから、もうなんか張り切ってるさ、一番さ、うん、明るい時期かもしれないじゃん。そうだよ、そう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 、楽しいよね、きっと新しいことがいっぱいで、ね、いいな、いいな、いいね、いいよね知らないやつだよね、うちらね。いやでもなんだろうな、憧れのさ、なんだっけ、ラブライブのアニメにもあった大人気坂の制服が着たいみたいな、うん、そういうの可愛くていいなと思う。うん、今の学校ってみんな制服可愛いじゃん。可愛いよ ね、電車とかで見てもさ、すげえ可愛いって思う制服いっぱいあるから、なんかいいな、そういうのに。可愛いいいよねみんなちょっと眠いのかな、今日はね、ちょっとね、春ですね、春ですね、そんなわけで、ラブライブはですね、スペシャルアニメ PV 付きロックススシングルのセンターを決める、ロックスロックスの、ロックスのセンターを決める総選挙がズバリ開催中でございます。あなたの一票で次のシングルのセンターが決まっちゃいます。そうだよ、投票方法は2種類、 PC スマートフォンからの投票と、うん、携帯を使って電撃ジーズモバイルからの投票になります、うん、詳細は公式ホームページでチェックしてください。まあでも総選挙を盛り上げていきましょうね、はい、お願いしますよ。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便り紹介しましょう。はい、ラブライバーネーム、うん、学生ラブライバーさんからです、うん、あ、いい、いい、すごい、いい、こういうの、こういうのよ、あるあるあるおかんだったらおかんラブライバーとかね、嬉しいね、いいね、ね、部長ラブライバーとかいるかもしれないですけれども、いいね、学生ラブライバーさん、ありがとうございます。ニコリンパナの皆さん、こんにちは。こんにちは。第11話最高のライブ見ましたよ。ありがとうございます。ラブライブ出場に向けて頑張るほのかの姿がとてもかっこよかったです、うん、僕は4月から高校生になりますが、うん、高校生活がうまくいくか心配で、うん、不安な春休みを過ごしていました、うん、その時に聞いたのが、うん、第11話挿入歌、うん、ノーブランドガールズでした、うんうんうん、サビのカビはサビにカビなんて入りましたっけ、カビそのチーズみたいな、サビのカビ、サビの壁は、うん、壊せるものさ、倒せるものさ、うん、のところは不安な気持ちだった僕に元気と勇気をくれました、うんね、そこで感動のあまり涙を流してしまいました、うん、この曲は僕にとって応援歌となりました。高校生活では壁を壊して倒していきたいと思いますなので皆さんも頑張ってくださいっていうことでなんかもう意味変わっちゃったよ。どんな内容だ、もっとジーンとくる内容だと思うよ。そうだよね、なんでなんで、行きますみたいな、ね、だからさ、もう壁壊すぞみたいな感じだったよ。いやでもそのだんだんそういう気持ちになったっていうのをだんだんね表していきました。嬉しいね、うん、嬉しい。でも壁を壊して倒してほしいね、ね、うん、
そうだよね、なんかそういう学生だからこそ感じるさ、うんうん、歌詞の意味が結構あるかもね。そうだね、ラブライブね、うんうんうん、高校生だとねちょうどリアルだし、そうだね、うん、うん、まだまだ、ね、嬉しい ね、 もうね、ね、もう入学式終わったかな、多分終わった、ね、もうね、だからそろそろ部活を決めなくちゃみたいな、ね、時だよね、頑張ってください、うん、学生のライバーさん、ね、うん、アイドル部ができたら教えてくださいね、うん、ぜひじゃあ続きまして、はい、ラブライバーネームバークナさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。そらまるリッピーしかちゃん、こんにちは。こんにちは。ラブライブ12話見ました、うん、ほのかの母親の肝の玉の大きさにまず大笑いしました、うん、肝っ玉の大きさにまず大笑いしました、肝の玉肝っ玉の大きさにまずお笑いしました。ほのかも足を少しくじいたくらいで済んで、うん、ひとまずほっとしました、うん、そうだね。ただ残念ながらミューズがラブライブに出場できなくなってしまったのは本当に残念で仕方ありません、うん、落ち込むほのかは他のメンバーが元気づけようとするシーンには本当にミューズの絆の強さを感じられました、うん、そしてほのかのアイドル辞めます発言に対してのメンバーたちの反応に本当に彼女たちの成長を感じることができました、うん、最後はまた9人の仲のいいミューズが見れることを祈っています。というわけで12話までの視聴の方々ですね。そうですね、うん、ドキドキだったんだろう ね、 ね、そうだよね、12話の時はさ、もうどうなっちゃうの、ね、どうなっちゃうのっていうのが大きかったもんね、うん、本当に来週で終われるのかとか、ね、本当だよ ね、 本当ね、だからね、うん、深いね、こういうなんかジュニアまでの感想っていうか、うん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 、また違ったね感想になるだろうね。ねまだまだ見どころが、ね、うん、いっぱいですよ。うん、はい、じゃあ続いてそうだね、じゃあ次行くねはい、ラブライバーネーム、はい、ライブラーリンクさんからです。ありがとうございます。ニコリンパラの皆さん、誰か助けて、ちょっと待ってて予約した第一巻ついに購入しました。うん、限定版の小説では本編で語られていない話もあって、うん、とっても面白かったです、うん、そしてオリジナルソングの夢なき夢は夢じゃないは、うん、ほのかちゃんらしい自分も周りも明るくなるような元気な曲で、うん、感想のモノローグはとても心に響きました、うんうん、第二巻のオリジナルソングもとても楽しみです、うん、ということです。うん、ありがとうございます。ねー、ファイトだよって言ってたもんね。言ってたね、うん、いい歌だあれ。そうだ、なんかキューブのマネージャーみたいな感じって言ってたよね。そう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 、みつもね、うん、うん、第2巻のオリジナルソングも楽しみだね。ね、小鳥ちゃんと海ちゃん、ね、うん、姉もね、姉もね、ハート、ハート、ハート、楽しみだな、ね、うん、うん、そっか、 DVD もそうだよね、もうどん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 出ていってさ出ていっちゃったよね。出ていっちゃう、みんなの元に届いたわけじゃない、出荷されちゃうわけよね、発送されちゃうわけだよ ね、 ね、また新しい感想が ね聞きたいよ、みんなに見てほしいです、うんうんうん、はい、それでは続きまして、はいはい、ラブライバーネーム黒帯さんです、うん、ありがとうございます。徳井さん、飯田さん、久保さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。自分が今までラブライブを見てきて、うん、一番印象深かったことは、うん、アニメ8話でリンがきつそうに柔軟していたシーンです。バク転ができるほど筋力のあるリンが柔軟が苦手なんてと驚いた方も多いと思います、うんうん、が実際に僕が通っている空手道場では空手道場ごめんね、ちょっと帰国子女確かに突然嘘パンチ力やキック力はあるのに、うん、体が硬い道場生が多い傾向にある。そうなんだね、うん、ラブライブはこんなとこまでしっかりと描写しているのかと一人の空手家として感心せざるを得ませんでした。ニコリンパナの3人はどうですか。開脚前屈で胸が床にペタッとつきますか、うんうんうん、っていう質問なんだけど、リッピーどう私、うん、つかない、つかない。え、嘘、リンちゃんと同じ感じ。嘘、まさに。嘘、本当なんでそんなって意外ですあ、そうですか、ありがとうございます。私はどう思う。私ね、私はね、うん、割とつく方だよ。あ、そうなんだ、すごいね。私どう、柔らかそうに見えるよね。だから柔らかいんだね、すごい。ね、得意は柔らかそうに見えますか。うん、そうかなどうかな。実はね、うん、え、硬いんだよやっぱりこう見えて硬いんだよね、うん、そうだよね、こう見えて
してね、全然つかないの、うん、意外だった。うん、その通りかな。みんなが予想したやつ。そうかな。うん、残念だけど実はすげえ硬くて、まあ、残念ではない。イメージ通りというか、何の逆転もなく、テンション下げちゃった。でもね、意外かもしれないけど腕相撲はすごい強いんだよ。壊れていくんじゃった。笑い方はやばいちゃったの。口開いてないよ。声だけで笑ってる。声だけで笑ってるね。私ちょっとこれ誰々さんの真似でしょって言いたいんだけど、多分言っちゃダメだから言わないよ。あ、そうなんだ。え、誰の真似でもないよ。どうしたの。え、おい、じゃあ誰誰なのじゃあ。びっくりしちゃった。じゃあそれは後で言う。後で教えて。気になる、自分が誰に似ているのか。あ、どうでもいいとこで盛り上がっちゃった。本当です。ほんじゃ続きまして。もう一枚。はい。はい。お名前、ラブライバーネーム、ヨギさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そらまろりっぴー、シカちゃん、一心一丁。一心一丁。やってよ。ラブライブ11話見ました。お話の方は何やら雲行きが怪しくなってきましたが、今回初披露されたノーブランドガールズは実際のライブでもとても盛り上がりそうな曲ですね。元気いっぱいに跳ね回る9人の姿がとても可愛らしく、なおかつかっこよかったです。うん、実際に踊る皆さんとしては大変でしょうが、いつの日かこの曲がライブで見られるのを楽しみにしています。それではということで、好評だ ね、ノーブランドガールズ ね、あれいいよね。うんうん、雨降らさなきゃいけないのかな、うちら踊るときいちいちすごいよね。そうですね、張り付いちゃうね。やばいね。うん、でもやっぱりこうラブライブってさ、うん、いかにこう近づけるかじゃん。うん、アニメーションと、うん、そうだよね、うちらを、うん、やっぱ降らすしかないっしょこれ。降らすか、うん、でもスノハレの時も雪降ったしね。そうだよね、うん、雨も降るよね、雪も降れば。降るかな、降るかな。リアルに降ったらちょっと困るな。そうだね、うん、やめようか。うん、盛り上げといて。雨っぽい、うん、やめよう。でもすごい人気、嬉しいね。嬉しいね。衣装もすごい可愛かったね。可愛いよね。可愛かったね。そう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 、なんかミツバチみたいでさ、可愛かったよね。ミツバチみたいだった。普通になんかそれぞれのカラーのフリルとかがついてるやつだった気がしたけど、ミツバチ要素。ミツバチと捉えた。黒黄色でしたよね。黒黄色だったよ。黒黄色じゃないかも。首かしげてますよ。嘘、黒黄色だったよ。黒と黄色は金揃えてなかったみたい。嘘、嘘でしょ。嘘、え、どっち。え、本当に黒と黄色でした。花代は、花代の花代は、うん、花屋だけミツバチ。花屋はミツバチだったのじゃん。気のせいなのかな。え、絶対そうだよ。あれどうだったっけ。なんかそれぞれの色のフリルがついてたのは思ったけど、ミツバチ黒でも黒と黄色は入ってますよね。入ってる、ほら、え、みんなに入ってる。みん、え、ベース、ベースそこですよね。全員黒と黄色、ほら、なんでみんな私の言うことに出てくれなかったの。ひどい。スタッフさんからみんなわざわざ調べるまで。嘘、嘘みたいな。あー、もうやだ。あー、やだやだ。よかったね。嘘じゃないってことが証明されたよ。イエーイ。イエーイ。もう私今日喋んない。それはどうかな。そうです。はい、というわけで皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございます。これからもどんどん送ってくださいね。それではここで一曲をお聴きください。ミューズで友情ノーチェンジ。
会うちの初めての告白。はい、勇気を出してスクールアイドルとしての一歩を踏み出したカヨチンを見習って、私たちも普段言えないでいること、言いたいけど我慢していること、勇気を出してこの場で言ってしまおうというコーナーですね。こちら、いやー、よかった、リッピー今のトーン、あ、本当にあった、響いた、すごく響いたな。おー、また出たぞこのよくわかんないテンションのやつ。でも今日はちょっと新しい新ルールでいこう。そう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 。たまにはね。たまには。たまには別のキャラもやってみようということで。そうだそうだ。言ったんだよな。かよちんの初めての告白以外にもね。うん。りんちゃんの告白、ニコニーの告白をやってみようってことで。うん、どうなるんでしょうね。うん、それぞれが何のキャラでやるかは、ちょっとくじを引いて、やってみようと思います。はーい。自分が自分を引く可能性もあるね。あるよ。うん、ある。そうだよ。その時は全力でやろう。そうだね。そうだね。オッケー。じゃあこれ引く？引く？え、よ、じゃあ引こう。引く？うん。これじゃあ、じゃあ、これじゃじゃん、タラランビンビン、あら、あー、あ、バラバラになったんじゃない、バラバラ、ニコ、あイエーイ、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 ニコニー好きだし、やったじゃん、ニコニーのこと詳しいし、やったじゃん、やったじゃん、一周回ってやったじゃん、うん、やった、やったね、どういうこと。じゃあ、誰から読む？ね。うん。じゃあ、パナから行こうか。パナはね。ね、いつもパナはいつもだからさ。やった、嬉しい。私、パネから行く。あ、私がパナをやるから。どれ、誰がパナなの？なんだっけ。どれがパナだ？また、リホのパナ。リホのパナ。ごめん。リホのパナ。リホのパナの方ね。リホのパナから行くね。はい。はい。こちら、ラブライバーネーム、うーん、シャララ、シャカシャカさんからです。ありがとうございます。テレビを見ていてよく思うんです。よく、東京ドーム3個分の大きさなんですとか言うけど、関西人の僕には全然ピンときません。大阪ドームで換算したらいいじゃないですか。え、大阪ドームってどれぐらい？東京ドーム何個分？私は変わらんと思ってるけど、違うんかな。え、まあ一緒じゃない、大体。そうだよね。一緒だってドーム言うてるぐらいやし。そうだよね。いいやん、ええやん。ええやん。スピリチュアルやん。何で急に関西人アピールと望みも取り込むしさ。どういうこと、どういうこと、いや、私次やりたい、次。そうだよ、今日はね。本物は最後に。スピリちゃん。本物は最後っていうプレッシャーあるね。あるね。怖いね。りんちゃんどうなっちゃうんだろう、ね、頑張るんだからね。ちょっとじゃありんちゃん風にアレンジしよう。そう、ラブライバーネーム、ハッピートリガーさんです。ありがとうございます。父に言いたいです。すごく自慢げに、知ってるか、 iPod ってすごい機能があるらしいぞって言ってきたけど、もうみんな iPad のこと知ってるから、知らなかったのお父さんだけだにゃ。ちょっと誰誰、最後のニャだけじゃん。おかん寄りだったよね。おかん寄りだったよ。嘘、めっちゃ元気をアピールしました。違う、リンピーはね、リンピーはリンちゃんはそんな、なんかおさんが相棒だよみたいな、そんな節ないよ。ニャーっつって、新キャラだよ。似てない、誰似てないよ。ダメか、楽しい、このキャラやるの楽しい。私やっと楽しみが分かってきた。もうだいぶやってるけども、ようやくこのコーナー分かってきた？分かってくれたなら、よかった。おー、じゃあ最後は？最後だね。最後、これプレッシャーあるね、意外に。本物ね。物本の。よっしゃ。ラブライバーネーム、まったりさんからいただきました。ありがとうございます。国語のお時間のコーナーを聞いていて、シカちゃんに対してずっと思っていたことがあるので、一言を言わせていただきます。はい。セクシー路線で行こうとすると絶対に失敗すると思います。今までそれで成功した例がなかったような気がしたので、ちょっとしたアドバイスです。腹立つ。すげえ顔してる。すげえ顔してる。顔だめ、見せられない、白目ぐらいの顔してしまってる。腹立つ。しかも2個で言われるとなんかね、あざとさがすごい。なるほどね。ちょっと花用で言うのと絶対違うよね。違うね、違う。そうかもね。って腹立つね。ね。うまいこと、このターンで来たもんだね。来たね。いや、いいの来たよ。シカちゃんに対しての一言だしね、これは。そうだね。別にセクシー路線とかやったことないし、私。
まただこれ知ってるお母さんが泣いちゃうしかちゃんのお母さんになっちゃうしかちゃんのお母さんがお母さん違うんですよこれはお母さん違いますよ、はい、全然違います、はい、面白かったね、なんかね、面白かったね新しかったね、はい、いいねこういうのちょっとやっいいねそうだね他のメンバーもねちょっと入れたりとか、ねうん、そうだね逆にこういうの誰行ってほしいとかがあったらね確かに、うん、もうそういうのがあれば、うん、書いてくださったらね、うん、極力それに合わせていきたいと思いますはいそうだねうん、羽以外も受け付けてますってことでじゃあ、うんうん、じゃあそうですね、はい、皆さんこれからもその誰をやってほしいかなんかを書いて言いたいけど我慢してること、うん、言えないでいることなどがあったらどんどんメールください。以上カイチンの初めての告白でした。ラブライブニュース広報部ニコリンカナ上手にセリフを作ろう国語の時間。今からお題となる言葉が出されるので私たちはその言葉の前後に文章をくっつけて萌えーなセリフを作ります。萌えーと判定されるとピンポーンの音が鳴り1ポイント獲得です。しかし残念ながら萌えじゃないと判定されるとふーの音が鳴り残念ながらポイント獲得ならずです最終的にポイントが少なかった人は罰ゲームとなります。罰ゲームは番組の最後に残りの2人から指定されたモノマネで居残り放送です。ということで、はい、萌えじゃないとかパーってなるんだね。そうだよ。明るい音だね、割とね。そうだよね。なんか楽しくなっちゃう。楽しくできるね。新学期なんでね、ちょっと。なんか衣替え的な感じ、ね、音も入っていくみたいな。本当かな。楽しい重視でいきます。まあ、じゃあ頑張っていきましょうね。はい。それでは最初のお題の言葉発表です。ラブライバーネームコネクトさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいこと教えてあげようかでお願いします。あーいいね。あー難しいね、うん、でもこれってさ誰もがセクシー路線でいけるやつやない。そうだね、うん、そんなことないよ。セクシー対決かな。セクシー対決かな。やっとリッピーもこの戦いに本気を出してくれるね。本気って何。戦場へようこそ。弱いよー。ベルカム引かれた。イエーイ。じゃあじゃんけんで順番決めましょうかね。はい、最初はラブジャケポイ。あーそうだ、みんなチョキ出しだった。怖いよ喜び方が。いくよ最初はラブジャケポイ。2番どうしようかな。じゃあ分かんないから3番でいってく。あ、うん、じゃあ1番へい、うん、いける、うん、そうだね。いけるんじゃない。あ、もう入ってる、ね、もう入ってるよね。入ってないよ。ちょっと考えのポーズだよこれは。ただのそうだな、いい指先からあー出てる出てる。あごトロントロンしてる。これいけるな。トロントロンってしてる。それでは1番手のソラさん、うん、どうぞ。ねえいいこと教えてあげようか。あなた私に狙われてるわよ。怖い怖いです。怖い。殺されるの。殺されない。全然ラブ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 狙い、ラブ狙い的な匂いな。そうスナイパーだったよね、どっちかって。あーちょっと戦場引っ張っちゃったかな。ブリーク一枚の人だったよね。怖いじゃん。怖いよ、すごい怖いよ。じゃあ2番の久保さんいいですか。どうぞ。あんなうちな昨日お母さんから聞いたんやけど、聞くそっちじゃないそっちじゃない。いいこと教えてあげようか。あーダメだった。何何何や全然わかんないよ。含ませ萌えだよ。今日は含ませ萌えだよ私。あだダメ。わかんないわ、なんか、うん、方言と含ませることとセクシーを全部足したらちょっとダメだったみたい。欲張りだったのかな。難しい、ね、あ難しい。でもリッピーは全要素を取り入れてね。なんでよ、違うよ。もうセクシー発展担当だよ。じゃあリッピー、うん、お願いします。どうぞ。ねえこの観覧車乗ったらあることがあるんだよ。それのいいこと教えてあげよっか。
あ、ちょ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 、まだ終わってない。まだ終わってないよ。でもそれ以前にダメってことだよね。そうだね、ちょっとね、あることなのかいいことなのか。あること。いいこと教えてあげよう。何が教えてもらう。もうさあ、いろいろ頭パンクしちゃうよ。これ難しいね。難しいよ、もう。全員ダメだった。ね、イエーイ。いいね、たまには全員ダメっていうのもね、いいわけですけど。そうね。宇宙で遮られたって初めてだよ、もう。確かに。じゃあ次のお題いくよ。はい。次のお題は、金縛りだそうです。よっしゃ。これ、よっしゃ？いや、わかんない。今急に言っちゃった。体が急によっしゃって反応しちゃったけど、違う。早いな。燃えさせられるのには、金縛りが必要だったもんね、空には。そういうことだね。よっしゃ、頑張るぞだ、きっと。そっちだ、そっちだ。そっちだ、できるぞじゃないね。行くよ、じゃんけんするよ。はい、最初、ラブ、じゃんけん、ぽい！あ、ちょっと待って。あ、出た出た。反則ラブ。反則ラブ。ダメでーす。最初、ラブ、じゃんけん、ぽい！アイコンでーす。さあ、どうしか。2番。え、じゃあ1番か。でも金縛りやから。金縛りだよね。うん。大丈夫だよ。萌えでしょ、金縛りで。難しいね。難しい。いけるよ。いけるか。いける。オッケー。じゃあ、リップお願いします。どうぞ。ねえねえねえ、昨日、金縛りにあったの。その時に見えたものがね、あなただったの。え、怖いです、怖いです。もう終わりだよ。逆にもう終わりだよ。怖い。これさ、難しいよ。何やっても面白くなっちゃうか。ダメか。難しいね。難しいよこれ。金縛りか、考えたいこれ。そう、はい、2番手いける。うん、お、2番手の徳井さん、はい、うん、どうぞ。びっくりした。今金縛りにあってたんだよ。あー、でもよかった、君が隣に寝てて。やー、なんだよ。難しいな。難しい。これ難しいパターンだね。無理な気がする。このパターン、珍しい。あの久保さんが諦めるなんて。無理な気がして。じゃあ3番手久保さん、うん、どうぞ。あんな、うちのな、いいこと教えてあげようか。それ違うよ。秘密やで。最近金縛り合うねん。二人だけ。ダメだよ。ダメだった？うん、ダメだった。でも秘密ってなんか燃えへん？それ、どういうの？それさっきのお題だからね。それね、違うよね。さっきのお題言っちゃったよね、テンパって絶対。出したらいいんでしょと思ったんだけど、違うかったみたいです。ね、いや、もう一回？もう一回。もう一回いける。だってまだね、もういいよ。誰もクリアしならずだもんね。でもね、ここで一つ悲しいお知らせです。次のお題も結構やりづらいやつですね。でも大丈夫、言葉だからね。料理していこう。次のお題、動物園。難しい。言葉として言えるのがさ、これが難しいってなんでわかんないのかね。そうだよね。まあね、問題を選ぶ人はさ、名詞はね、難しいね。やめてよね、本当に。じゃあ最初はラブジャケパイ。よっしゃ、最初はラブジャケパイ。もう2番。あ、じゃあ1番にする。お、もうじゃあ3番ね。うん、うわ、何も考えてないのに。1番ひかちゃん、どうぞ。動物園来たの8年ぶり。やだー。なんでよ、おかしいでしょ。屈託のない笑顔ですよね。なるほど。今の会員じゃない商品は。やったー。これやから、みんな。これやから。どれよ、どれで。全然わかんない。計算しすぎないことだよ、多分。これ、今日。
日。なるほどね。うん、うちらストレートに。そうそうそう。なんか頑張りすぎてた今日の私たち。そっか。うん、いける？いける？よし。いける？いける。よし。二番手の得意スラさんどうぞ。ねえ見て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 お弁当作ったの。これから一緒に動物園に行かない？なんでこれ以上のストレートなんかないよもう。だってでも前回のさエミちゃんの時もそうだけど、うん、ストレートすぎてもダメな。どっちよもう。どっちよ。なになになに。あー動物園来たら8年ぶり。どういうこと？それがねストレートじゃないのか分かんない。全然納得いってない。全然納得いってない。全然納得いってない。意義あり意義あり。私悪くないもん。私は頑張っただけだもん。難しいよ。分かんない。じゃあリピ、ね、どうですか？オッケー。じゃあリピお願いします。どうぞ。今日雨降っちゃった。動物園行くはずだったのに。また一緒に行ってくれるの？やった。ありだね。ひねったよ、ひねった。おー、イエーイ。やっぱ、ほら最近パクマルがさ、激しかったパクマル激しかったからね。ここでパクマルでなんでパクマルってパクマルカレーみたいに言うなよ。パクマルカレーみたいに言うなよ。やったー。マジか。終わっちゃったかな。終わっちゃったかな。結果は、結果は現在のポイント、イエイ、ひかちゃん1ポイント、1ポイント、そらまる0ポイント。いかーショックだ。イエーイ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 。やられたやられた。やっと罰ゲームさせられることができます。結構長い戦いだった。快感快感。やっとね、よかった。うん、それではね、そらが0でうちらが11なので、うん、よって罰ゲームは得意そらさんでーす。バカーン。勝手にバカが。そんな SE 入ってません。ドカーンじゃないよ、もう。そんな罰ゲームは番組の最後に行いますので、うん、お楽しみに。以上、国語の時間でした。ここでラブライブからのお知らせです。まずはアニメブルーレイの情報です。テレビアニメラブライブのブルーレイ第1巻が好評発売中です。初回限定版には6月16日にパシフィコ横浜で開催されるミューズのサードライブのチケット最速先行販売申し込み券が封入されるほか、原案の君の桜子先生書き下ろしの小説、そして高坂ほのかが歌うミューズオリジナルソング CD など超豪華特典が満載です。そしてテレビアニメラブライブブルーレイ第2巻は、4月24日に発売です。はい、うん、初回限定版には南小鳥&園田海が歌うアネモネハートが収録されたミューズオリジナルソング CD2 が封入されています。そして特典映像としてミューズニューイヤーラブライブ2013パート1を収録しております。こちらパート1ではワンダフルラッシュから私たちニコリンパナがジャージで歌う Listen to my heart までは収録。リンタジのジャージ見てね。皆さんぜひチェックしてくださいね。続きましてテレビアニメラブライブ主題歌&挿入歌シングルの発売情報です。オープニング主題歌シングル僕らは今の中で、そしてエンディング主題歌シングルきっと青春は聞こえる、テレビアニメラブライブの劇中挿入歌シングル1、2も好評発売中です。さらに11は挿入歌ノーブランドガールズ、13は挿入歌スタートダッシュが収録されております。劇中挿入歌シングル3も、先週ですかね、先週の4月3日に発売となりましたよ。はい、うん、みんなちゃんと手に入れてよ。 ありがとう。まだの人はぜひチェックしてくださいね。はい、そしてテレビアニメラブライブオリジナルサウンドトラック Notes of School Idol Days が4月10日に発売となります。 BGM 全曲に加え主題歌と全挿入歌のテレビサイズ、そしてアライズの歌うプライベートウォーズとパイロちゃん演じる
錦野牧の歌う愛してる万歳とスタートダッシュのピアノバージョンも収録されています。皆さんぜひチェックしてくださいね。はい、続いてラブライブのタイアップ情報です。スマートフォン向けサービスブシモでラブライブタイアップを実施中です。アバターの着せ替えアイテムとして使える音抜き坂学院の制服やミューズメンバーの髪型などが入ったラブライブガチャは4月1日から第2弾が始まりました。ぜひ登録して遊んでください。さらに丸ごと一冊ラブライブオンリーマガジンの第3弾電撃ラブライブ3学期も好評発売中です。表紙がニコのぞみえりの3年生トリオになっています。ぜひゲットしてください。その他の詳しい情報はラブライブ公式ホームページをチェックしてくださいね。以上ラブライブからのお知らせでした。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを大募集しています。テレビアニメラブライブの感想、私たちへのパーソナルなメッセージ質問などなどどんどん送ってくださいね。メールは番組サイトのメールボムからお願いします。ということで今日の放送なんだろこのいつもさ前回から始まった謎アレンジ、ここからここからなの。いいじゃん、ちゃんと合わせてくるじゃんこの音カスカスだよ。今ので別に合ってるわけじゃないし、私も急にそういう気分の方がいらっしゃる。ツンデレだね。うちらへのメールもそうなんですけども、今度あのラジオ CD に海ちゃんが来るってことで海ちゃんへのメールも募集してますよ。お願いしますね。あとね、選挙開催中ですので皆さん投票よろしくお願いします。それでは今回のラブライブミューズ広報部ニコリンパナーはここまで。放送終了後には罰ゲームがあるのでお楽しみに。聞かなくてもいいですよ、ブラウザ閉じてもいいですよ。お相手は得意空と飯田里穂と久保ゆりかでした。バイバーイ。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りしました。はい、というわけで何この時間がやってきたよ。まあじゃあ歯医者のね、徳井さんにはね、金縛りにあったユニコーンでお願いします。なんだよそれ。まあね、今日の T シャツから今日ねユニコーン着てるから、ね、そうだね、レインボーのユニコーンがね、もっといろいろ持ってたんだけど、割とシンプルに仕上げましたよ。いけるっしょ、これいけるっしょ。金縛りにあったユニコーン、よろしくお願いいたします。はい、てぇー動かないよ。喋れるね、動かない。目が開けられない。痛い痛いと思ったけど、僕の上にカバが乗ってる、怖いカッパ。すごいね、妖怪乗っちゃってるんだね。怖いな、うん、あーカッパの板、よかった、これで体が軽くなる。あーでもまた新しいやつが乗ってきた。強いね、レイちゃん。まだ見るね、これもうちょっと見てたいね。これはなんだろう、今日は見るよ。これはなんだろう、これはまたカッパだ。カッパ強いね、カッパの上に乗ってきた。お前よ、動かないよ、カッパ倒せないからね。カッパ歌ってるよ、ね、カッパ歌ってるよ。カッパ歌ってる、うん、耳を澄まして。カッパが歌ってる、うん、どうすんの、カッパの声歌ってる、うん、カッパの歌、うん、カッパカッパの、うん、カッパのえ、うん、ラップだね。カッパカッパの歌、カッパの歌聞こえたけど、うんうん、でもどうすればいいんだろう。この角で、この角で退治したらいいのかな。でも動かないし、急に普通に喋れるかしら。体がしもういよ、もういよ、ずっと見てたよ。あ、また動かない。あ、体がやばい、不安定、気持ちが。そうだね、急にこう、カッパが2匹乗ってる。カッパ乗りすぎでしょ。カッパが乗ってるよ。カッパになっちゃうかな、私。私カッパになっちゃうかな、もうユニコーン来たしな。女だったんだね。そうだね、私。女だったかな。ユニコーンは女だったんだ。でも、金縛りって科学的に解明されてるしな。気にしないで寝れたら、何ともないかもしれない。その朝には。戻ってるかもしれない、すべてが。え、悪い夢かもしれない、これは。まだ見てたいね。寝よ、寝よ、おやすみ。終わらされた。終わりちゃった。終わり。お疲れ様でした。カッパの歌どうしてるか全然わかんないんだよ。
だけど、振るならもっと具体的に言ってくれないとなんもね、わかんないね。なんかそれに乗って合わせて歌って。だって私カッパじゃないもん。ユニコーンだったし。罰ゲームの人は言わないの。何どんなのなのどんなカッパの歌を求めてたの歌ってごらんよ。やめろ。どんなカッパ、どんなカッパの歌だったのしかちゃん。あれどんな歌？だよあめが好きだよキュウリも好きだよガサって言わせるなよごめんじゃんじゃん